します。どうす。西山フィッシュチャンネルの会場です。そして、ザゾクさんと加藤純一さんです。お願いします。お願いします。突然。突然。よろしくお願いします、今日は。よろしくお願いします。スーパーゲストですよ。いやいや、もう初めまして。加藤純一と申します。教えていただきたい。そうですね。なんか、その動画撮るとき、完全に俺遊びに来ちゃったけど、大丈夫ですか？いやいや、もうぜあもう僕も半分遊びみたいなもんなんで。完全に遊びに来ちゃったんです。釣りは。はい、よろしくお願いします、今日は。今日何釣るんですか？今日は、ブリを。狙います。ブリってでっかいんじゃないの？でっかいですよ。80センチなんでしょ？そうですね、80から。から、はい、からがブリです。マジっすか？はい、それをまあアジとかあのメタルジグっていうルアーを使って釣るんですけど、はい、まずはなんかブリを釣る用の餌のアジを釣ってからブリを狙いに行く。なるほど、エビでタイを釣る的だね。そうです。もう楽してるんですよ、すでにもう喋る若手が2人でいいなみたいな。いやはい、アジ売ってねえの？そうですよね、イケアジはまあ現地調達。いやもう僕も実はあの東京湾で釣るの初めてなんで、まあ伊勢湾と同じ釣り方でいいのかわかんないですけど、一応伊勢湾と同じ釣り方で頑張って釣りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。すごい量だよね。これ11人分のサビキの網エビです。サビキの網エビ、加藤さんが一生懸命やってくれてます。ね、あのみんなに教えてもらわないといけないから、いやいやいや、それぐらいはちょっと僕は今日これは使わない予定ですけど、ね、そうなんだ、そうなんだ、はい、あくまで僕はルアーを。そうなんだ、はい、使うわけじゃないんだ。餌なんてぬるいっていう。いやもうみんなの分がなくなっちゃうとダメなかなと思って。はい、確かにさっきすいません。さすがにこれ疲れます。結局それは無理なんだよ。これはもう完全にレイト。結構いったでしょ。めちゃめちゃいきましたよね、さっきに。おーおお、強い強い。いいんじゃない、もういいっすよ。そのうちさ溶けてくるよ。加藤純一さんはあの主に配信の。そうですね、あの YouTube とかで、生放送をしてます。ゲームしてます、いつも。なんで今日は釣りなんだってことなんですけど、ちょっとぜひ一緒に釣り行かせていただきたくて。ありがとうございます。急遽僕の方からお願いして。僕も実はあの見てますんで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。今日は一緒に大きいの釣りましょう。釣りましょう、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ダソクさんはもう歌の方ですね。はいはい。最近釣りを始めて。そうです、去年から釣りを始めて、今は絶賛カワハギにハマっております。もうブリにハマらせてあげます。よし、釣るぞ。釣りましょう。釣ろう。はい、それじゃお願いします。水深22、反応が8から8から下まで。今反応がちょっと薄いんで10から下。どうぞ。お、な、ついとるっすよ。アジス、アジス。しかもめっちゃ泳がせにいいサイズですね。ちょうど丸飲みサイズ。ガンガン水面ですよ。マジっすか。先生教えてください。もうしゃくるだけです、ジギングサビキは。ジギングサビキはもうしゃくって。でもあのサイズだと針大きいかもしんないですね。はい、お、あー、うわ、今一瞬、あ、やっついてる。オッケー、ジギングサビキにもつきました。結構上の方ですね。結構上です。そんな着底させなくても大丈夫ですね。着底させなくても大丈夫です。まあ、着底しても上の方までぐんぐんと。そうですね、巻きながら上げる感じです。こう落としたら、お、ついてるじゃないですか。いや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 、あっさりついてる。なんかさ、なんかついてたって感じですね、今。全然わからん、これいつもの釣りと違う感じですね。こんな感じでちょっと軽いのにします。もうちょっと、あんまりつらいかもね、これ。もうちょっと軽いのにしますか。お、おお、加藤さんも初フィッシュ。初フィッシュ。初フィッシュ、おめでとうございます。全部カメラさんにやってもらったんだけど。やった。もうみんな坊主なしです、これで。これも坊主ない。はい。加
藤さんめっちゃ釣っとるじゃないですか。釣りました、しぼし聞きました。これなければグリの1匹2匹釣れますね。いけますかね。いけると思います。ただもう完全にどのタイミングで釣れたか分かってないなんとなくついてるぐらいですか。ついてたぐらいな感じですね。そうですね、そこからバーって巻いて一回ポーンと跳ねて、でちょっとヒラヒラみたいな、こう泳いだ魚が急に弱ったのを演出するかのような、ポーンと上げてこのままヒューッとホールさせて、ぐわーっと巻いてボーンと上げて、ホールさせとるときに食ってくるんですよ。ぐわーっと、そうですそうです、もう自然にポーンと上げてこのままスーッと。これまあ一応ジグをシャコシャコシャコと動かして、一応魚のおって思わせて、このシャコシャコをポンと上げてこう落とすときにバーって食ってくるんですよ。魚のスイッチ入れて弱ったところを食わせるみたいな。魚にやる気があるときはこのシャコシャコのときにも食ってくるんですけど、あまりやる気ないときはだいたい弱ったときにふわっとさせたときに食ってくるっす。うわー最悪や、最後の最後にエビりました。やりっすね、やりかがエビったと思ったらイカがついてた。イカ、ヤリイカの、ヤリイカのチビですね。こんなことあるんだ。これつまみっすね。最後の最後にヤリイカのちっちゃいのが釣れました。こんなかかり方ありますかぐらいの。お、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすいません、なんか今日はいや楽しかったわ、すごい楽しかったです。楽しかったです。前半加藤さんめっちゃ釣ってましたね。アジいっぱい釣れて、アジマスターでしたね。すごい楽しかった。ちっちゃかったけどやっぱ釣れると楽しいですね、めちゃくちゃ。加藤さんも、はい、いやでも3連続でアジ釣ったり、3頭連続で、ここはガピークなんか形は様になってたけどね。だんだん慣れてね。もうだんだん、もう後半はちゃんとジギングになってました。慣れたけども、そのもう代償が、手首が死んだ。僕が一番釣ってないですね。いやでもアジ一匹でイカ釣ってたじゃないですか。イカ釣ってたね。釣ったっていうより引っかかったっていうか。いやでもね、ちゃんと成果上げたからさすがですよ。まあでも釣りってそういうもんでしょ。そういうもん。釣れない時もあるよね。それが面白いよね。釣ったらつまんないよね。そうそう思いたい。ちょっとこの後打足さん家でイカとアジをつまみで、はい、あの調理させてもらいますけど、僕はもう急いで家帰ります。はい、めちゃくちゃ仕事らしいです。そうですね、はい、今日も寝てないね、みんな。明日8時からなんで、はい、待って、すいません。でもまたぜひ誘ってください。いや、ぜひやりましょう。社交辞令じゃなく誘ってください。ちょっと面白かった、本当に。本当よかった。次はちゃんと釣れる、初心者でも釣れる釣りをやりましょう。そうだね、ある程度の、ある程度。うん、ありがとうございました。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 ということで、打足さん家へ移動。はい、ということで、打足さん家にやってきました。はい、お邪魔します。いらっしゃいませ。じゃあ、まあちょっとお疲れなんですけども、僕ももうあと数時間後には帰らなきゃいけないので。お疲れ様です。はい、すいません。弾丸スケジュールで。とりあえず、アジとイカちゃんを、時間もないんで、シンプルにお刺身にして食べたいなと思います。お願いします。つまみでいきましょう。じゃあまず内臓ちゃんたちを取っていきましょう。アジ刺身にするときはここのゼーゴ取らなくていいんですよ。あ、そうなんだ。後で皮引くんで大丈夫です。前回めっちゃ全部そこだいぶめんどくさいですね。釣り始めてから魚さばくようになったんですか、ダソクさん。うん、最初に捌いたのがアジかな。ああ、でも初心者にはアジはおすすめですよ。アジじゃないわ、稲田。ああ、稲田も捌きやすいですからね。稲田捌いた後にアジに小アジをやったらちっちゃくて難しかった、逆に。で、イカちゃんもこの流れで、どうせ後で、まな板が汚れるんで、よいしょ。そう、
ゲソで、ゲソの中にくちばしがあるんで、これ取って、ヤリイカはこの骨があるところを割るんですよ。うん、この身をスーッと裂いて、軟骨的な。そうです、そうです。ベロンと。おお、すごい。プラスチックみたいなの出てきた。軟骨的な感じで、あれです。あれ。あれです。骨みたいな。で、そのまんま、あ、炭袋潰れてますけど。だいぶ前から潰れてる。内臓を取ります。イカちゃんの皮むき。ヤリイカは簡単なんですよ。スルメイカは結構難しいですけど、ヤリイカは耳を2つ持って、耳の間に指入れて、ちぎって、ピヨンと。完了？完了です。この耳も美味しいんで、そう、どうぞ。これでもうお刺身いけますんで、ヤリイカ。イカはなんか刺身いけるのといけないのとかあるの？イカは鮮度っすね。種類は別に鮮度さえ良ければ何でもイカは刺身いけます。イカ釣りもね、行ってみたいな。はあ、イカ釣りいいっすね。アオリイカとか東京湾どうなんす？東京湾ってアオリイカ釣れるんですかね？東京湾ないんじゃないか。こっちの方だと結構有名なんですけど。で、アジちゃんゾーン行きます。こんだけ細かいんで、三枚おろしって言っても大名おろしで、うん、もう横からかっつる。そうです、横からずっと。へえ、あ、それでいいんだ。これでいちいち、あの、腹と背に包丁入れるの手間なんで、身も少ないし、ロスもそんな。そうです、そうです。かけなかろうと。ほぼほぼロス出ないですね、この大きさだったら。めっちゃ綺麗に取れてる。そしたら腹骨を突いていきます。腹骨もさっくりと。そうですね、そっと。これね、いつも思うんだけど、はい、これ左利きなの。あ、サウスポーですね。歯を入れる角度が最初から違うじゃん。確かに普通の人と逆ですからね。そう、なんかなんか見てるやつと違うぞってなりますよね。うん、骨があるかどうか、中骨が多分気にならないと思うんだけどな、こんな大きさだと。じゃあ皮を引きます。はい、ここに取っかかり作って、よっ、包丁の背中を使ってギューッと、へギューッといくと、これで OK です。銀色が綺麗に残るんで、この時も、この時に一緒に税後も取れちゃうんですよ。なるほど。唐揚げっていうか、なんか焼いたり揚げたりするときは先に取った方がいいですけど、税後は、うん、刺身にするんだったらもう皮引く時に一緒に取れちゃうんで。なるほどね。ぐーっと手で剥く人もいるんですけど、あ、うん、危ない。あ、なんかね、手で剥いたかな、お前は。手で剥いてもいいんですけど、こっちの方がこう銀色が綺麗に綺麗、めっちゃ綺麗に残るんですよ、このやり方。これは美味しそうな刺身になりますね。そのそこ残ってると見た目がいいですよね。うん、よしよし。早いよ。シュッシュッシュッと。鮮度命なんで、やっぱり。スピード感上がってないのか。ちょっとあれですね、この大きさに慣れてきましたね。なるほど。普段この大きさ、丸揚げか唐揚げかなんですけど、今日は時間もないんで。博多の塩、あ、いいっすね、こう粒がでかいですね、この博多の塩。これでちょっと溶かして塩水を作ることによって、浸透圧の関係で身の中の臭みとかが水分と一緒に出てくるんですね。うん、よく魚のそういうの見てると、みんなすごい浸透圧の関係。塩水処理結構大事ですよ、マジで臭みなくなるんで。へえ、これでにじみ出ていくんだ。そうです、そうです。まあ、この大きさなんで、さーっと入れるだけしたら、うん、水分を取ってあげます。このまま食べちゃうと、うん、臭いの残ったままなんで、うんうん、余分な水分を拭き取ってあげるのが重要です。キッチンペーパー大事。キッチンペーパー大事です、めっちゃ使います。僕も撮影、1本の撮影で1ロール使います。魚の大きさにもよりますけど。もうなんかそれでマイキッチンペーパーの消費がすごいです。最近魚さばくようになると多くなっちゃいますよね。こんだけ汚れが、もう分かりやすく出たね。そう。あの色が全部臭みとか雑味なんで、うん、食べた時にちょっと磯臭いとか、
そうではなくなりますね。よし、でここまで来たらもうあとは盛り付けるだけですね。お、早っ。もう早いですよ。本当はツマとかあればいいですけど、買う時間とかなかったんで乗せるだけで。家ちょっとちょっと。そうっす。大丈夫、ネギあるから。一応緑ありますから。緑、緑どういうかしら。まあアジはこれ乗せるだけでいいっす。もう一枚ペロン、一枚ペロンで一枚ペロンでいきましょう。この大きさは本当にこの銀色のとこ残ってると綺麗だね。途端に美味しくなりますよね。この銀色ないとちょっと赤っぽくなるんで、うん、そこまで美味しそうに見えなくなっちゃいますけど、これはいい。ちょっと端に寄せすぎたかな。確かに、ちょっと量的にだいぶ端に寄せすぎましたね。がこの辺硬いんでちょっと取っちゃって、先っちょは、はい。だからもうイカそうめんにしましょう。すごい。包丁がよく切れるもんでいいっすね。よかった。そうめん、そうめん、おっと。だいぶ字余りみたいな感じになっちゃいましたけど。おっと、まあ、ここでもう登場。余ったところに緑を入れれば彩りも良くなります。この辺にペンと隙間を埋めていくスタイル。隙間を埋め、とりあえず埋める。まあネギとアジは相性いいですから、これでいきましょう。これで東京湾か相模湾かその辺あたりで釣れたマアジとヤリイカのお作りでございます。食べていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。チロチロで、チロチロで、おーおい、いただきます。いただきます。どうぞ先に。ちょっとアジ変えてください。ちょっと大きいのちょっと頬骨気になるかもしれないです。ネギもちょっと添えて、若干気になっちゃうかもしれないです。うん、あ、全然掘れない。あ、マジですか。うん、おいしい。しかもさ、はい、このサイズの切り身、味ないじゃん。ないっすね。逆にないっすよね。食べ応えすごい。ブリブリで。あ、ほんと骨全然気にならない。食べ応えすごい。うまいっすね。普通のね、味でこんな切り身ないもんね。逆に細くなっちゃいますからね。イカどうぞ。さっき、シャン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 。そこだったな。切れてるかな。ついてる可能性もありますね。おお、切れてる。包丁のおかげです。あ、これこれしていいですか。いやー、いいっすね。ヤリイカ僕一番好きなんですよ、イカの中で。おお、甘みも。そうなんです、甘いんですよ、うん、あ、噛むとどんどん甘みが出てきて美味しい。うまいな、釣れてよかった、最後に。なぜか釣れた。今日一緒にいた人、なんか何してたっけ。マトウダイと、めっちゃでかい、こんなマトウダイなかなか釣れないですよ。初めて見た。なんかあの、見た目が奇抜なやつだよ。こう、口がバコーってなるんですよ。タイっぽくない見た目のやつ。こっちの子めちゃめちゃ、あれですね。アグレッシブに攻めてる。人懐っこいですね、さっきから。なんて名前なんですか、こっちの子。バル君っていう。バル君ね、ツイッターでね、ちょっと絡んで。そうですね、ノリで釣り行こうから、結構なスピード感で。もう決めたら早いんで、僕らも。基本的に時間空いてるんで、まだよかったら。わざわざ来ていただいてありがとうございます。俺の当の動画じゃないけど。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、本当に。楽しかったです。やっぱみんなでワイワイするのもいいっすね。あの大人数で釣ったの僕、11人。11人。よし、はい。じゃあそういうことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ダソクさんの方の動画どうしますかね。俺の方は俺でなんとか頑張って考えてみます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。わざわざ、はい、まあダソクさんのチャンネルのね、URL も概要欄貼っときますんで。ありがとうございます。一応加藤純一さんの方も。あ、そうね。今日、出ていただいたんで、ね、なんかノリでまさか呼んでいただけると。ありがとうございました。はい、じゃあそういうことで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回、こう期待、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。